やい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 、おう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 、やってまいりました、成仏。はい、正直言うとものすごい今ね眠いんですよね。今日しかもう撮る日ないから、年の瀬ですよ。うん、アンチコメント成仏祭クソリプ選手権をですね、行いたいと思います。ただね、まあちょっとね、まあ、ちょっとしたトラブルがありまして、ランキング1位にしようと思ってたコメントのフォルダーに有馬温泉の動画をね上書きしてしまいまして、はい、そうですね、選ばせていただいたのが全部でまあ第5位まで、1位から5位まで紹介していこうかななんて思っております。はい、第5位、小梨夫婦の老後、悲惨、孤独、小梨限定コミュニティを作って楽しく生きるための理想を語り散らかすっていう動画に来たコメントなんですけど、コメントがこちら、遺伝子が優秀な子供しか残らないようにできているので大丈夫ですよ。で、どういう意味ですかって返信したんですよ。そしたら、そのままの通りで優秀な子しか残りませんので気に病むことはありません。怖ーと思って。子供できないのは遺伝子レベルで優秀ではないからです。えぐー遺伝子レベルで優秀な子供じゃないから子供ができないんだっていうことをおっしゃってるんですよ。えぐくないですか普通の感覚でこれ言えないよね。だから私これ返さなかったんですよね、この後。怖くて。えぐーと思って。はい。なんでこれ第5位ですね。はい。ただただ怖かったです。じゃあ続いて第4位。友達0人、小梨さんって本当に私の世界線にいる、出会いたいのに出会えない謎、かっこ雑談、かっこ閉じの動画に来たコメントなんですが、私も小梨ですが、子供が欲しいと思ったことは一度もありません。なのであなたの辛い気持ちがわかりません。こういった小梨もいるんですよ。来た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 、こなしさん側からのやつね。これたまに来るんですよね。それ言う必要ある？ねえ、わざわざ言う必要あった？教えて。というかでもさ、本当にさ、わからんかな、その辛さ。この辛いだろうなとかっていう気持ちって汲み取れんもんなんかなって思うのよね。子供が欲しい人はまあまあ欲しかっただろうな、私は欲しくないけどねっていう気持ちやったらわかるんよね、そういうのって。だから例えば私、生物とか生魚は食べれんのんですよ。でよく、いやもうお寿司とか食べれんとかってマジで人生半分終わっとるみたいなことよく言われるんやけど、それと一緒じゃない？だから私はお寿司食べれん、生魚食べれん、でも好きな人は好きよね、すごい、うちの旦那さんとかもお寿司めっちゃ好きやから、あ、お寿司好きよね、美味しそうに食べるもんね、でも私は無理やわっていう感じと一緒じゃない？わかる？意味。だから汲み取れんもんかねっていう意見です。はい。だから、ね、なんかやっぱ小梨さんに言われると結構来るもんってあるんよね。いや、同じ気持ち、みんながみんな同じ気持ちじゃないっていうのも分かっとるけどね。そら分かっとんやけど、辛いぜ。じゃあ次、第3位。こなし主婦は毎日何してどう過ごしてるって言われても困る、かっこ一人きりの日常 Vlog、かっこ閉じの動画に来たやつなんですけど、で、この動画に、まあ、来るだろうなってちょっと薄々感じとったけど、こなしさん全員とは言いませんが、仕事してない人とか多くて、世の中舐めすぎだなと思ってます。そう来るだろうなと思ってましたよ。そらあんたの個人的な意見でしょうよ。それはね。うん。まあでもね、よく言われるんですよ、これ。よく言われるし、ツイッターとかでもなんか結構書いてる人が多い。こなし専業主婦の意味とはみたいな、専業主婦やってる意味あるみたいなこととかよく書いてるの見るし、で、例えば私はパート主婦やけど、時短勤務のパート主婦とかマジいる意味なしみたいな、うん、そういう風に結構ね、辛辣に書かれるわけよ。こう、世の中舐めてるっていう定義ってなんやろうね。舐めてる、甘えてるってことやろ、要は。実際さ、人生を甘く見るのって結構怖くない？私は怖いよ。うん。舐めてないんやけど、舐めてるように思われるわけよ。要は、その立場だけでね、子供がいない時短勤務のパート主婦、ないしは、こなしの専業主婦。子供育ててないから甘えてる。
専業主婦やから時短パートやからとか、扶養とか、もうなめんな、働け、みたいな。余ったれんな、もっと働け、みたいな。そういう風に言ってくる人はまあね、結構ね、まあ実際多いんです。多いのよ。でもね、まあ大抵専業主婦やっとる人って、まあ、旦那さんが働かんでもええよっていう、まあ一馬力でバリバリ働いてる、まあめちゃめちゃ稼ぎがあるような旦那さんだったり、私みたいに病気抱えてる人とかね。まあいろいろ家庭によってまあ事情あるでしょう、それは。うん。正味な、あの人生舐めてね、生きていっていいならそう生きてみたい。ほんまになんかすねかじってかじってかじりまくって生きていっていいんやったら、そうしてえなっていう。そうしてみてえよっていう。実際無理やんって。わからんやん。その人がどういう風な背景で生きてるかってわからんやん。舐めてるかなんてわからんやん。そう見えるだけやん。あんたがそういう風に思ってるだけやんっていう、そういう感じ。まあ大抵、言われますよ。こなしの前提で、いや、私みたいに時短パートやと、いや、フルタイムで働けよみたいな。いや、フルタイムっていうか正社員で働けるやんっていう、そういうご意見いただきます。はい。まあ、私にもね、私なりの事情があるんで、うんうんうん。その辺に関してはね、もう本当に黙っといてほしいなと思ってます。はい。でもね、黙っといてって言ったらね、そんなあなた、違った意見に黙っとけなんて、あなた、よっぽど乱暴ですよみたいな意見が来るんで。黙っといてほしいっていうか、そんな言わんくてもよくない、心の中で止めといてよくないっていうことを、黙っといてって言うんで乱暴かな、どう思う？ごめん、ちょっと話脱線したな。まあ、これ第3位でした。はい。はい、すいません。ちょっとね、私、話し出したら長くなるんで、もうすぐ第2位に行きたいと思います。はい。第2位は、こちら。こなし主婦の不満。子供欲しいかわからないって言ってる間に取り返しつかなくなるってよっていう動画に来たコメントです。なんか、長々書いとったんやけど、ちょっと抜粋して、あんたは出産適齢期過ぎてんだから、こんな面白おかしい動画やめときなさい。なあ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 、集まってきて、ちょっとみんな、ちょっとみんな集まってきて。てめえが期限決めんなって話ね。こう、年齢のリミットがあるっていうのは、本人が一番よく分かってます。うん。他人様に言われんでも分かってますんで。はい。分かっとっても、あがきたいっていう、分かっとんよ、そんなこと。あんたに言われんのかな？時間が無限にあるとも思ってないし。面白おかしくっていうのもあれやけど。メソメソメソ、私なんてもう37だから頑張ったってもう子供ができないし、子供ができてももう私来たらもう私60。そういう動画面白いか、そういう動画もええんか、違うだろ。私の動画見てね、ちょっとでもこう気が紛れてね、楽しいな、面白いな、ミカさんってほんと全くって思ってくれる人が一人でもいたらいいなと思って動画上げてます。まあ、前向きにね、もうみんな生きてるからさ、あなたはもう星でも眺めてね、天体観測してね、冬の大三角とか探してさ、ね、今の季節見れるから綺麗に、オリオン座とか探してさ、穏やかに行きなさい。はい、じゃあ記念すべき第1位ですね。第1位の前に、戦力外戦力外っていうか、ごめんなさい、私ね、ちょっとね、これこう書いてるんですけど、ランキング漏れた子たちをちょっとね、軽くポポポポポポポッと紹介していこうかななんて思ってるんですけど、社会の義務を怠るな、教育勤労納税、バチです。他に何がありますか？義務とは、あなたストレスに自ら突っ込んでってるだけじゃん。はいはい。こなしの虚勢ほど無意味なもんない。虚勢張れば張るほどかわいそうだとしか思えません。虚勢ってな、強がり可愛いじゃん。まあでも、かわいそうって、まあ思うのはまあ自由です。私のことをこうどう思うが、まあその人がね、私のことかわいそうだと思うんだったらまたまあかわいそうなんでしょう。でもなんかすごいこう注目してくんじゃん。アンチ書いてくる人って、大丈夫って思うの。そんなことに時間使って。それでもさ、こなしの動向って気になる？こなしさんの動向って気になる？私はね、どっちかっていうと明日の天気の方が気になるね。何だった、私何喋ってたまだ1位喋ってなかったな。そうだそうだ、あ、そうだ、1位だ。終わろうとしてたわ今。第1位を発表します。ドゥルルルドゥルルルドゥルドゥル。第1位がですね、何だったっけな、ちょっと待ってね、わ、飲むんじゃなかったな、これで。第1位ね、覚えてる範囲で覚えてる範囲で紹介します。見下された我が家の晩御飯事情聞いてって、かっこ庶民を舐めるな、かっこ都市の動画ですこれに来たコメントなんですけど、
びっくりしちゃって、なんかすっごいね、なんか長文できたんですよ。あの、うちの晩ご飯が焼きそばで、4割引きの、まるちゃんの焼きそばだったんだけど、焼きそばを晩ご飯に出すって、それってどうなのっていう風に、あの、マダムに言われたよっていう動画なんですよ。で、それに対して、底辺二人が誰にも迷惑かけてないからいいんじゃないですか？ちょ、やばない？これ冒頭からこれよ。底辺二人ってことは、私と旦那のことを指してるの、これ。焼きそばが好きって言っただけよ。で、底辺扱いよ。やれやれだぜって思って。いろいろ書いてたのよ。焼きそばうんぬん、主婦のくせにまともに料理もしないで楽な方へ逃げてるって言われていることに気づいてないんですかって、嫌なことはしない、所詮子供なんですね、みたいなことを書いてたのよ。つら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 。あなた、その人が焼きそばうんぬんの話してるんじゃなくて、あなたみたいな人間、主婦のくせに晩飯もろくに作んないっていうことを言われてるんだよって、そんなことも気づいてないのみたいなことをなんかうえーって書いてたの。いや、いやいやいやって。そもそも、焼きそばうんぬんも何も焼きそばの話しかしてないのよ、私これ。私が、そのマダムにどう思われてるかなんて知ったこっちゃないんだよ、そんなこと。うん、どう思ってくれてもいいのよ。違う、私は晩飯に焼きそばを出せるか出せないか。晩飯は焼きそばになるのか、焼きそばは晩飯になるのかっていう話をしてるだけなのね、私はこの動画の中で。それをさ、すごい、なんか、めちゃくちゃ長文でさ、もう超悪口みたいなのを書かれてたわけよ。どっちかっていうとさ、あの、こなしなんて生産性ないから消えろみたいなコメントの方がひどいじゃない、どっちかっていうと。でもなんで私はこれを1位に選んだかっていうと、この底辺2人っていう風な書き出し、要は、私のことは別に、まあ、別にどう言ってもいいってわけじゃないけど、旦那さんのことをね、悪く書かれるのがすごく、昔私、すごい酔ってない。か、赤くない？ストーブちょっと切るわ、ちょっとストーブ。ごめんね。旦那のことをね、1ミリも分かってない人にね、やっぱ悪く言われるのってすごいムカつくのよ。みんなもそうでしょ？嫌じゃない？例えば自分のパートナーのことを悪く言われたりするのとか、例えば親友のことは、私も友達いないんだけど、でも私みんなのことを、みんなのことってごめんね、もう見てる体で言ってるから、親友たちが、みんなのこと悪く言われたりとかするのもやっぱムカつくわけよ。自分のことはまあ正味100歩譲ってしゃあないにしても、だからみんなのこと、例えば旦那のこと、親族のこととかを悪く言われるっていうのはやっぱ許せないわけよ。うん、だから多分これすごい引っかかったんだよね、底辺2人っていうことに対して。ごめん、すっごい、まあ、ほんと話それるんだけど、あの、私は面識ないんだけど、多分私とそんなに年、私より3つか4つ上ぐらいの女の人が、まあ、いるんだけど、うちの旦那がさ、一時期さ、髪の毛ちょっと伸ばしてパーマ当ててた時代があるの。あの、俺パーマ似合うんだよねみたいなこと言ってパーマ当ててた時期があるんだけど、その女の人に、なんか、あの時のパーマ全然似合ってなかったねって、なんか面と向かって言われたんだって。で、私それを聞いて、私がすごいなんかもう怒り切れちゃって、なんでそんなわけもわかんねえ女にそんなこと言わなきゃいけないのみたいな。あん時のパーマ似合ってたじゃんって。お前は似合わないって思ってるかもしれないけど、それ直接言う本人に対してと思って。私ですら言わないのよ、嫁の私ですら言わないことを、なんでみたいな、わけわかんない女にそんなこと言わなくちゃいけないのと思って。で、私だってですよ、わかる？嫁の私ですらそんなこと言わないのに、どっちかって言うと、いや、私はどっちかって言うと、その、くるくるパーマよりかは短い髪の毛の方が好きかな、とかって伝えるわけじゃんね。そういうことするじゃん。嫁の私ですらよ。言われた本人どう思う？一生懸命髪の毛伸ばしてくるくるパーマ当ててんだよ。だからそれぐらい、パートナーのことを悪く言われる、蔑まれたこと言われるって、許せないのよ、自分の中で。まあ、ここでね、あの、愚痴を吐き出しましてですね、皆さんにこう聞いていただいて、こういうアンチコメント引きずるわけにはいきませんから、ここでね、消滅させて、新たにね、新しい時代に向かって、突き進んでいこうかと思います。酔ってます。はい。わかりますね。顔赤いですから。はい。これを、ないないして、新しく2023年飛躍の年にしていこうかなと思います。ご評価ください。Hey.
旅は